皆さん、こんにちは。チャンネル登録者数22万人超えの人気カップル YouTuber ノックカップルが破局していたことが11月30日に分かりました。そこで今回はノックカップルの破局理由や元カノの野地さんの虚言内容、家族を売ったという話や元彼氏のリクさんがヤバいという噂、野野地さんが実は頭がいいという件について詳しく調べてみました。ぜひ最後までお付き合いください。チャンネル登録者数22万人超えの人気カップル YouTuber ノックカップルは11月30日破局していたことを自身のチャンネルの動画にて明かし、今後は彼女の野野地さんのみで活動していくことを発表しました。絶対別れない仲良しカップルを豪語してきた2人がなぜ破局したのか、彼氏のリクさんと一体何があったのでしょうか。2023年8月末、2人は TikTok に犬系彼女が泣いてしまいましたという動画を投稿。野々地さんがクレーンゲームでなかなか景品が取れず、4000円も使っちゃってごめんねと悔し泣きする姿に、ネット上ではあざとすぎて腹が立つなどと大反響があり、犬系彼女、感情表現が豊かな女の子という言葉とともに SNS で一躍注目を集めました。その後もノックカップルは定期的に動画を投稿して仲睦まじい姿を見せていました。破局の理由については、野々地さんとリクさんは同じ大学に通う4年生なのだそうです。お互い卒業を控えたタイミングで環境が変わるので、今後のためにやむを得ず別れる決断となったようです。喧嘩や浮気が原因で別れるわけではなくて、リクさんと2人で何度も何度も話し合って決めたことのようです。同棲も解消して今後は別々の道に進むということでした。カップルでやっていた YouTube チャンネルや TikTok アカウントは今後2人で話し合って、 YouTube のカップルチャンネルは野々地さんの個人チャンネルに変えることにしました。もともとリクさんはどちらかというと裏方志望で、人気者になりたいっていうタイプではないようです。TikTok のカップルアカウントはどうするかまだわからないと言います。今後のことを考えて、今まで投稿したカップル動画は全て削除することにしたそうです。リクさんとの思い出の動画は、野々地さんのスマホにも残っているので、完全に消すわけではありません。野々地さんが TikTok の個人アカウントにメイク動画を投稿し始めたり、タピオカドリンク店レビタピ東京原宿店で働き始めたりしたことがきっかけで、野々地さん個人での活動が増え、2人の時間を作れなくなった時からお互いにすれ違うようになったそうです。3年間付き合っていたので、お互いの存在が当たり前になってしまい、お互いのことを大事にできていなかったといいます。野々地さんとリクさんは別れてからも月1くらいでご飯に行こうねと話もしているし、たまに昨日これ食べたよといった写真が送られてきたりするそうです。お互い嫌いになって別れたわけではないので、今では親友のような関係になったようです。破局を発表した今、犬系彼女の動画が炎上したことを振り返ります。 TikTok に投稿した犬系彼女の動画が X に転載されたことがきっかけで炎上したのですが、そもそも野々地さんは X をやってないので、炎上していることに全く気づいていなかったといいます。霜降り明星の粗品さんから YouTube の出演オファーが来て初めて事態を把握したとか、日常の様子を投稿しただけなのに、まさかあんなことになるとは思ってもいなかったそうです。以前リクさんからの野々地さんへ送られた誕生日プレゼントが花束だけだったことが X で取り上げられ炎上していましたが、その時はリクを批判するコメントや DM が私の個人アカウントにもたくさん届いたんですが、それはめちゃくちゃ不快でした。 X に転載された動画の一部分だけを見て、そんな最低な彼氏別れろ、なんでそんなひどい男と付き合ってるんだって言われることが多くて、そんなこと言ってくる方がひどいって思っていました。私もリクも誤解されやすい性格で悪い方に捉えられがちなんです。あの時
リクは純粋に私のことを喜ばせたくて、ものすごく時間をかけて花束を選んでくれたんです。私に似合う色を店員さんとたくさん相談して決めたって言ってました。本当にいつも優しくて素直で素敵な人です。自分で言うのもなんですけど、私たちって純粋すぎるところがあるというか、まだまだ子供な部分があるので、お互いもっと世間を知って成長するためにも別れた方がいいって思ったんです、と話しています。またノックカップルは YouTuber のコレコレさんにより様々な暴露をされ家族を売ったとも言われています。悪質な嘘をついたのは2023年9月11日の霜降り明星粗品さんの YouTube チャンネル粗品のロケの動画です。動画内でののちさんは嫌いな女の子について話し出したのですが、なんと彼氏りくさんの妹のことだったようです。動画内でののちさんは彼氏りくの妹が嫌いと何度も発言していたのです。りくの妹が嫌いな理由としては、妹が二人の前で裸になった、妹がりくを狙ってるからというように語っています。しかしコレコレさんの暴露配信では、そもそも裸になったという事実はないとりくさんの妹によって暴露されました。これだけでなく、ノックカップルの二人は動画内で複数回の虚偽発言をしているようです。ノックカップルが語った虚偽発言は、妹がりくの前で全裸になった、妹はブラコンでりくを狙っている、りくの後りくの妹の3人で暮らしていた、りくは YouTube 活動のため家族と縁を切っている、りくは家族から仕送りをもらっていないというものですが、りくさんの妹が語った内容は全裸になった事実はない、別にブラコンでもない、兄なんか狙ってない、2023年1月まで兄とは暮らしていた、ののちとは一緒に住んでない、縁は切っていない、良好な関係だった、旅費 YouTube 企画費編集用 MacBook は仕送りで賄うというものです。少し話を盛るとかであれば可愛い話かもしれませんが、内容があまりにもひどすぎて、りくさんの妹や家族にとっては屈辱的な内容ですよね。これに対しりくさんは、妹、家族を傷つけたと反省し、謝罪動画を投稿することを約束します。動画内では、の後りくの家族が気分を害するような発言をして申し訳ない、発言に気をつけるべきだった、りく浅はかな発言をして申し訳ない、今後は気をつけていく、気分を害する発言、浅はかな発言をしてしまったことを謝罪しているようですが、発言内容が嘘だった、発言内容を訂正するという内容はありませんでした。これでは妹さんとの話の論点が全く違っていますね。また動画のタイトルがロケの裏側について話しますとなっていることからも、真剣に訂正や謝罪をするという動画には見えないですね。りくさんがやばいとよく言われていますが、お伝えしたように誕生日プレゼントが大きな箱に小さな花束だけを入れてプレゼントしたことや、出来合いのピザとコンビニケーキでお祝いしたことが批判の対象となりました。また家族に関する虚偽の発言や妹に関する不適切な発言が炎上しており、やばいと言われているのです。一方でののちさんは、地頭がいい、頭の回転が早いとも言われています。ノックカップルは霜降り明星の粗品さんの粗品のロケチャンネルに出演しました。1本目は炎上の原因となった UFO キャッチャーのロケ、2本目はトークの動画でした。頭がいいと言われたのが2本目のトークの内容でした。もちろんプロの粗品さんほどのうまさはありませんでしたが、粗品さんをいじる、きしょいと言われた時の反応が早い、トークの振りがうまい、トークのお題がすぐに出てくるなど、自分のキャラを理解している上にコミュ力が高いと視聴者からも高評価でした。一方こちらでも彼氏の方がやばいという意見も多く、実は炎上の原因は彼氏の行動にあったのではということも言われていました。ののちさんは今後の活動について、もともと
私の夢はコスメブランドを立ち上げることなので、これからは皆さんにもっと自分のことを知ってもらうためにも、 YouTube のチャンネル登録者数100万人を目指して一人で頑張っていきたいです。目標はたくさんあって、憧れの TGC にも出たいし、大好きなお洋服のプロデュースもしたいですと話しています。今や原宿系インフルエンサーとなったののちさんの今後の活躍に期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。